皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂淳です。今日は1月28日月曜日ですね。もう1月も終わりです。さあ、市場がですね、あの柳橋市場、市場名古屋に3カ所ぐらいあって、一番最寄りで買い物がしやすいところが名古屋駅前の柳橋市場ってところなんですが、そこのマグロ屋さんで、いつもマグロをいろいろ相談しながら買います。そのマグロ屋さんのマグロで、今日はね、伊勢マグロ、三重県の伊勢マグロを使ってタルタルです、簡単なお料理作っていきます。材料はこちらです。マヨネーズを作るところも前も多分見せご紹介してると思うんですけど、あのよくお料理教室中にも聞かれるんで、また作ってみたいと思います。マヨネーズからですね、卵黄です。卵黄、ここに塩とお砂糖です。それからマスタード、ディジョンマスタードですね。混ぜます。マヨネーズの作り方は、ここにお酢を加えてしまうんじゃなくて、まずオイル、ひまわり油ですね、オイルを加えて、シャビシャビ、ここにお酢を加えてシャビシャビの状態の中にはオイルはつながりにくいので、粘性の高い状態の時にオイルをつないでいくと、そうすると失敗しないですね。もうマヨネーズみたいになってきましたよね。でここに白ワインビネガー、またはレモン果汁、酸味がきついのが嫌いな方は、苦手な方は、いやそんなに酸っぱくないですけどね、マヨネーズって、酸味がきついのが苦手だなって方はレモン果汁に置き換えてもらう。みかんジュースでやるとみかんマヨネーズもできると。簡単でしょ。はい、ではこのマヨネーズを使ってタルタルを作っていきます。 200g のマグロ、伊勢マグロですね。ここにケッパー、みじん切りにしたケッパーあった方がいいです。ないと大変、ないとちょっと洋食っぽくない感じがする。これエシャロットみじん切り、嫌いな人は入れなくていいです。あった方がこう香りもよく食感もよくなりますね。それからいぶりがっこ、たくあん燻製にしたものですね。ね、面白いですね、あの燻香が。黙って食べると燻製がかかってるのって言われるぐらい、いぶりがっこが入ってるとは思わない。でも非常に面白い香りがしますね。お塩、先ほど作ったマヨネーズ、お好みで、セルクル抜き型を準備して、こう型抜きに円筒形に仕上げたいと思います。ではあのピクルスとかお好きなものがねあれば、自家製で作ったもの、買われたものでも結構です。クレソン、これ先週ご紹介したあの豊川のグリーンフィールド森恵子さんの
キクラゲ紹介しましたけど、クレソンも作ってらっしゃって、このクレソンも、飾り付けといいますか、素敵じゃないでしょうか。で最後パプリカパウダー、パプリカパウダーをかけ、エキストラバージンオリーブオイルで風味を加えて、マグロのタルタル、いぶりがっこ風味の完成です。これね、ニンニクトースト、ニンニクガーリックトースト、はい、試食します。うん、このトーストの部分ってカリッカリじゃなくて、外がカリ中ふわっていう具合の方が僕は好きなんですよね。うん、普段ブラックオリーブをみじん切りにして加えるところをいぶりがっこに変えてやってるんですけど、いぶりがっこ手に入らないとか用意するのが面倒って方はブラックオリーブとか、オリーブ、好きなオリーブのみじん切りにして、アレンジも効きますし、マグロで今日作ってますけど、スズキ対白身魚ですね、それからホタテ貝とかでも、できますんで、美味しく、ぜひですね、パーティー料理、新年会とか、ちょっとした、お祝いとか、少しゴージャスなお食事の時にですね、ご家庭でぜひお楽しみいただけたらなと思いますんで、ぜひ作ってみてください。セボンです。